ジャン君、ちょっと眠い顔してるね。はい、ちょっと後ろ見せるよ。あ、ワンちゃん、今ですね、これをスギニャンと言いますが、キャットタワーですね。それからここに棚を買っていたんですが、これもキャットタワーとして使えるようにというふうに、購入しました。割と安物ですが、すいませんすいませんって謝ってるそして、隣の部屋がですね、タンス部屋というふうに呼んでるんですが、まだ、物置と化していたのを、どうしても中身をこうある程度出さなきゃいけないことになってですね、こちらの部屋に、これはまだ処理のできていない段ボール 1,2,3,4,5,6,7,8,8 つほど、うずたかく積み上げました。これを中を出すのはなかなか大変なんですけれども、ちょっとこの状態で、あ、ここにもある、ということになります。ということでですね、ジャン君やポンちゃんは、早速、この上まで登りました。映像は撮れませんでしたが、この子たちは目ざといですね。そして、ここの廊下まで出入りができています。ポンちゃん、楽しいですか？この段ボールがですね、高く積まれていることをちょっと心配される方もいるかと思いますが、一応倒れてこないような、まあ、地震の時は無理ですね。地震の時は倒れますけれども、猫が乗っても大丈夫なぐらいの、バランスはとっています。まあ、早めにこの中身を開けてですね、部屋の中に、あまりこんな高いものを置かないようにしたいので、処理は早めにやります。悲しそうです。生配信のためのこのノートですね。このノートの、上にジャン君が乗ってしまうことが多かったので、このスノコを、これ今ちょっと暫定的に作ってるんですけどね、通常このスノコをこのまま置くと、まさにここの、この部分ですね。これがキーボードを踏んでしまうと。で、重みがかかると、どの、キーが押されるかわからないので、一旦、このようにしています。そして、その上に、これを置いて、ここですね。押しても、全体が押されているので、大丈夫と。だから、ジャン君、乗ってもいいよ、なんですが、
どうもこれは気に入らないようですね。猫さんが乗らないようにするための、このスノコであればこれ成功だったんですが、乗ってもいいよという気持ちでこれを作ると乗らないの？となってしまいます。まあ結果これでいいのかもしれないんですが、ジェン君にはちょっとかわいそうですがね、このまま行きましょうか。もうあと10分ほどで生配信を始めますよ。ジェン君